てんの。いやまあ外やしちょっと久しぶりだよね、外で撮るの。そうやね。いやあのね、地元に帰ってきたから。ハリちゃんの地元。そうよ、塚本でございます。なんか柄悪いとこじゃん。違う、柄悪くないよ、全然みんな優しいから。だってここ南の帝王の撮影とかしたとこやで。そう、撮影したところやで。柄悪いちょっとそういう柄悪いっぽい映画やけどめちゃめちゃいいところやからね。そうな、まあ、何歳ぐらいの時におったん。10歳の時に日本に来て、もう一番初めて来たの。最初の場所がここやった。でここに住んでて、小学校も通ってたっていうことで、今回はね久しぶりに地元に帰ってきたから、私がね久しぶりにちょっとなんか昔よく行ってたところとか懐かしいところに行ってみようかなー、連れてってくれるんや。見てみようか。なんかこのやっぱりね、卑猥なロシア人が育った町卑猥な言うな。今日はブラちゃんも来てくれたっていうことで、まあ、でもね、今ここね、好評ポイントはね、駅前すぐにセブンイレブンとローソンがある、かつパチンコだらけじゃないっていうところがいい。パチンコです。あ、パチンコ、あ、これパチンコです。で、ガラオリーやんすぐパチンコです。パチンコな言うてるけど、ありました。あったわ。でファミマもあるやん。すごいやん、セブン、ローソン、ファミマが全部ある。なんでお前はコンビニに目をつけてんの。住むとしたらコンビニ大事やからな、まあ、駅はね、うん、でもうち駅前に住んでたわけじゃないからね。昔懐かしのうどん屋さんとかある雰囲気もあるし、いいやん。まあ結構ね、いいところやで。ちょっとね、自分が小さかった時とかによく行ったところとか、いろいろ見せようかなっていうことで。わかりました。皆さんもね、久しぶりにどっかに出かけてるような気分を味わっていただけたらなと思いますので、じゃあ早速行きましょう。はい。思い出はたくさん。いや、ちょっとどう言ったらいいの、商店街連れて行くとか言うからさ、短くない。ちょっとここはちょっと短いけど、でも結構思い出はたくさん。本屋さん全然変わってないな。小さい時とかもね、そこに置いてある少女漫画じゃないけど、そういうの結構買ってたりしてた。ここはね、そのまま全然変わってない。小学校の時とかに結構いろんな漫画を買ってたりして。で、ここにはね、お祭りとかから夏とかにはね、めっちゃパチンコ入ってる。大丈夫。パチンコイコール柄悪い。違う、柄悪い。パチンコの柄悪い。嫌な客、人の地元悪く言うっていう。客じゃねえ、お前は。てかさ、なんかさ、姫路にみゆき通りってとこあんねんけど、そこに似てるけど、みゆき通りはここの10倍ぐらい長い。ここはね、ちょっとなんだろう、商店街っていうよりも通りみたいな、駅からのちょっとした通りじゃないけど。で、ここにはね、お祭りとかやったりすると、いろんな屋台がね、ちょっと出たりとか。プリクラがあって、めっちゃ喋るやん。それはそういう地元ですから紹介してんねん。プリクラなん、ここ。この辺にね、プリクラあったの。今もうなくなったんだけど、そこにね、結構小学校の友達とかと一緒にプリクラを撮りに来たりとか。その辺にまだ着物屋さんがあって、お母さんの知り合いのね、おばあちゃんが着物を着させてくれたりとか、浴衣を着させてくれたりしてたんですよ。そう、めっちゃ変わってる。こんなところにね、焼肉屋さんとかなかったんだよね。いいやん、いいやん、雰囲気あって。絶対興味ねえじゃねえ。いいやん、いいやん。そっか。けどあとはね、あそこにね、うちの行ってた駄菓子屋さんがあったんやけど、今ね、ちょっとあるかどうかわからないけど、修学旅行とかね、そこに行ってお菓子を買って。え、ここ虫に刺されたかも。行ってた。え、やめて、取らんといて、恥ずかしい人も。どこ見せ。ここ、なんもない、なんもない。当たりましょう。変わってない。変わってないわ。ネズミは。あ、ネズミじゃない。あれはなんていう長いやつ。あ、なんか。まあでも普通の町よ、田舎よ、田舎ですよ。この辺にね、めちゃめちゃ小さい古い本屋さんあったんで、そこにね、いつもお小遣いとか欲しい時に。テイクフリーって書いてる。欲しいから持って行ってね。ファンのグッズにしよう。なんで、やめろや。お小遣い欲しい時に好きな漫画を売りに行って、お菓子を買って、なんでまたお金ある時にその漫画を取り戻していくんだよ。そんな涼しいって言うんだったら、ピンク出してよ。なんでやねん。これはちょっと恥ずかしいけど、もしかしたら、ね、店長がまだいるかもしれないけど、わからんけど自分がね、3年近く働いてたアルバイトしてたコンビニがあるところ。そうなんだ。なんていうの、入るとき、お客さんが入ってきたら、シャセこんばんは。シャセこんばんは。でもいいやん、ああやってな、コンビニにトイレがあるっていうことは、ね、治安がいい証拠やん。治安がいいの。治安悪いとこトイレつけへんの。新宿2丁目のセブンイレブン、トイレあるのに使わせてくれへん。お前はなんでそんなコンビニにこだわってんの。見て、あれはうちの小学校。ちっちゃくな。あ、だって田舎やもん。コンビニちょっと知ってる人いるから、ちょっと見てみたい。見てきて、見て。
回コンビニね。豚ちゃんいる？めっちゃ美味しい。これがね、うちの小学校です。アルバイトしてたコンビニからめちゃめちゃ近い。日本に来て初めて行ったコンビニがそのアルバイトしてるコンビニなの。いいやん。これね、なんか裏口なんだけど、小学校のいつもね、この辺に住んでたから、なんでここ入り口じゃないのってイライラしてた。開けてくれへんのや、ここは。いや、登校するときはちょっと回った方がいいんじゃないと、すごいイライラすんのよ。そこ入りたいのに入れないみたいな。不審者極まりないわ、あんた。小学校の懐かしいにゃ。毒梅キャンディーの匂いじゃん、それ。違います。え、ロシアの女がさ、肛門の中を覗き込むってほんま不審者じゃない。この5時、その肛門。でもうち通ってた小学校やから。ここはね、池だったけど、なんか建てられてるね。ここでね、チャリンコを盗まれてん。高いチャリンコをね、家の中に持っていけばよかったのに、家の中に持っていかなかったんですよ。かわいいな。で、ここからね、よく行ってた公園があって、あ、近いけどちょっと行こう。連れ回される。初めて日本に来た時にね、日本語も全く喋られないような状態で、お母さんがちょっと心配してね、私をその公園に連れて行って子供たちと遊んだら馴染むんじゃないかっていうので、喋れへんけどみんなにね囲まれてね、で、みんなこのつかしょうの通ってる子供たちっていうことで遊んでくれたの。喋れへんのにみんなめっちゃ優しくてね。で、それでなんか最初ちょっと溶け込んでいくじゃないけど、わしが一番に友達になったんやっていう子もいてめっちゃ楽しかったね。懐かしいな。懐かしい。そこのね、公園の近くに駄菓子屋さんがあって、めっちゃ昔ながらのね、中に入るとお菓子だけど奥行くとね家みたいな感じなのね。せんべいとかそういうのなんか焼いてくれたりとかなんかしてね、多分させてくれるんだけど。懐かしいものを見つけた。何？白バラ牛乳。うちの白バラ牛乳やったわ。コーヒー牛乳白バラ、おすすめ。初めて来た公園だよ、日本で。おばあちゃんの駄菓子屋はもう潰れてたな。もうまあ、もうおばあちゃんが廃墟になってた。その時におばあちゃんやったから、多分もう昔はね、公園のど真ん中にめっちゃでっかい滑り台があったんだけど、危険やもんな。あの、撤去されちゃったね。危険やもん。だって最近は何でも撤去の流れやもん。ごめん、これ目くそほじってるわけちゃうねん。これな、コンタクトが合ってないねん、ここに。俺コンタクト新しく安いの買ったねん、最近。今まで2000円のやつをな、900円で買った。全然目にフィットしません。で、イライラする。え、入ろうよ、公園。入らへん。滑り台変われへん。あれ、アレちゃんは塚本には何歳から何歳までいたんだっけ？うちはね、小学校ね、5年生ぐらいの時に来て10歳だったんだけど、うん、まさにこのベンチに来て、お母さんが座って、うん、座ってこう遊んできみたいな。で、うちは、いやー、おー、恐れへん、喋られへんって言って、大丈夫、ここにおるから遊んできって言って、チャリンコできて、で、子供たちがブワーって来て、いっぱい。めっちゃいっぱい遊んでたの。で、バーって集まって、なんか、え、しゃぶーみたいな感じで。で、わからへんけど、じゃあ、かけっこしようみたいな感じで、なんもわからんけど、遊びに来たことある。へー。これはね、全然、この国に対して変わんない。あそこのブランコではね、梅を食べてね、ブランブランしながらね、梅を誰が遠く飛ばせるかっていうのをピーッってやってた、サメをね。ちょっと待って、懐かしすぎるよ。50年ぶりくらいに多分、なんか乗ったと思う。そう。これね、あの、ほんまに、わかる？お腹が気持ち悪い。小さい時にね、お互いにこういう風に立って、やった。わかる。これだって、こう一斉の目でこうやって、っていうかさ、っていうかさ、こんなんなかった、こんなゲームなかった。なんかあと飛んだりするのしてた。それもやったけど、こうやって、で、誰が遠く飛べるかっていうのをこうパッってやってた。意志みたいなのを持ってな、こっからここはそっちの境界線みたいにして、で、なんかそっちの境界線に置くねん、パンって。で、その後でなんとか足を使わんと、自分で、自分の、例えばさ、ここに置かれたとするやん。うん、そしたら、こうやって、こうやって、こうやって、ポンって取って、ポンって足つけんと、取る。そんなゲームやってた？やってた。ロシアのブランコはな、ロシアもブランコあんねんけどな、ロシアのブランコはな、ここが鉄やねん。で、こういう鉄、鎖の鉄じゃなくて、棒か。棒の鉄やねん。だから、こうならへんねん。なかなか怖い。それはそれで。チャリンコに乗ってる大人がいて、いつもね。で、その子は耳が聞こえない人だったの。
耳聞こえない人かな、なんか喋れないのね。でもなんていうの、いろんな子供たちがここにいるのを見て、なんか安全を見に来てたの、普通に。で、みんなはね、こう、うんうんってやると、なんか、うんうんうんって言って、時間を見せてくれたりとかするような大人がいて。ブランコしてたら気分悪くなってきた。お腹いっぱいやもんな。めっちゃ食べた時、ハンバーグを食べてみたりしてた。あ、おならしたんちゃう今。してないです。いや、おならもっと聞こえてる。してない、本当にしてない。俺なんかもしおならしてしまったら、うんってやる。結構やってたりするよね。怪しいな。おならしてるってこと。やってる時もうバレたね。あれどうやって遊ぶの。何やったっけ、あのあれもなんかのゲームがあって、こう上に乗ってやってたんだよね。私はこっちで、プラスは例えばそっちで、あっち行って、いいよ早く。なんでな、こう登ってスタートって言って、誰が一番進めるかって進んでいくね。行くスタート。ちょっと思ったより怖いこれ。もう一回そこに戻っていくね。あ、なるほどね。怖い。早いわ。大丈夫。じゃんけん、ほい。うざ。マジうざ、こいつ。最初楽、じゃんけん、ほい。早い。大人だから早い。子供だとめっちゃ遅いのに。大人げないわ。最初楽、じゃんけん、ほい。一生できなくないか。じゃんけんしよう。っていうのをやって、こうで、なんていうの、こぞりつくっていうことをやってたんだよね。楽しかった。もう全然な、その街あるぶらに全然楽しくなかったけど、これめっちゃ楽しかった。いい運動や。まあでも、もうあなたはもうとっくの前に大人になってしまって、あと少し生きたらまた年を取って年上になり、やめ、そのうち死ぬわけです。やめろや。人生とは儚い。公園で気づく塚本の夜。夜じゃないけど昼下がり。以上、現場からお送り。